はい、こんにちは。そっか、塾の久保でございます。今朝の相場解説でね、小刻みに理覚しましょうっていう風にお話ししました。で、完全に理覚しちゃった人もいるかもしれませんけども、あの後ですね、127円の、まあ、260を超えたあたりからなんですけども、加速度的に9センチをしてきてね、えー、現在128円になっちゃいましたね。まあ、すごいですね、これはね。130円に行くのは行くだろうと思ってたんですけども、ただこんなに急速に 見えるとは思いませんでした。うん。ちょっと甘く見てましたね。うん。この、うん、円安ってのは、やっぱり130円まで、このまま止まらないと思いますし、この移動平均線をね、見ていただいてもわかるんですけども、この角度から、この角度ですから、うん、垂直になってましたね、大体ね。この勢いにはやっぱり乗った方がいいかなと思いますので、ちょっと130円になるまで、えー、倍で、えー、このね、 ポジションを外さないようにしていこうかと思いますね。で、明日ちょっと調整しますので、今日の放送は以上でございます。じゃあ皆さん、ご安全に。